球場は盛り上がりを見せている今年の決勝戦、まもなく試合が始まります。神宮の森、今日は上空はうっすらとした青空に変わっています。秋季東京都高校野球大会決勝戦を迎えました。昭和23年に第1回大会を開いた伝統の秋季大会、東京の242チームの頂点に立つのは二松学舎大学附属高校か国学院久我山高校か。興味深い決勝戦を迎えました。放送席は帝京高校歴史を築かれた前田光雄さんの解説でお楽しみいただきます。さあ、間もなく試合開始が近づいてきました。まあ、今両校の選手たちはこうしてベンチ前でバットを振っている状況です。この瞬間の心意気といいましょうか。まあ、始まるまでの瞬間というのは何かこう緊迫感はあるんですね。ありますね、はい。まあ、それとね、まあ、攻めのチーム、守りのチームありますけれども、はい、まあ、両チームともやはりこうで考えることはやっぱりこういいスタートを切りたいなと、まあ、そういうふうなものは非常に あると思いますよ、うん。ということは特に先発ピッチャーの立ち上がり、はい、連投になりますけれども、はい、これが大事ですね。そうなんですね、まあ、いいピッチャーを育ててくることがやっぱり甲子園を狙っていくチーム、前田さんも長いご経験の中では、はい、やっぱり好投手を育てた時にいい結果出てましょう、はい。そうなんですね。まあ、ということは、やはりピッチャーはある程度計算できますから、はい、野手が非常に、ね、楽になるんですね、楽になるということは結果が出やすい、はい、点が取りやすくなりますから、うん。まあ、昨日の日大三高のようにね、やっぱりちょっとピッチャーがね、はい、慌てましたね。そういうところでちょっと歯車狂いましたね、うん。それと、まあ、昔と少し変わっているのはこれ各チームとも複数のピッチャーをね、はい、作ってくるというね、はい、そういう傾向にはなっているかと思います。はい、なってますね。もう一度二松学舎大附属高校先行のスタメンをご紹介しましょう。1番のセカンド藤岡、2番サード柴田、3番ライト親布施、4番センターの瀬谷、5番レフトの大谷、6番ファースト小林、7番キャッチャー押し切りで、8番ショート菊池、先発は布施です。さあ、両校の選手が一塁側三塁側から出てきました。この試合の球審は鈴木さんです。6人の審判を挟んで丁寧な挨拶を行っていよいよ決勝戦がスタートします。国学院久我山高校は渡辺投手左腕、180センチの恵まれた体をしています。昨日に続いての登板、まあ、ただ昨日のゲームに関して言うとご紹介しましたように日大三高戦はコールドゲームでしたので5回を投げた、まあ、完投勝利という形だったんですけれども、これですからそんなに球数多くなく済ませることができたわけですよね。そうですね、まあ、そういう意味では、
まあ昨日、まあ、5回までですからね、まあ、監督さんとしてみれば、期待は持ってると思いますよ。そんなに疲れてないだろうと、そういう見方はできると思いますね。久我山の今守りをご覧いただいています。ショートは守りのいい下川部、内野はレフト木津、センターは斉藤、ライトは大野です。神宮の上空は少し緩やかな風が流れています。まあ風の流れもこのあまりしょっちゅうやっている球場ではありませんから、しっかり見極めるということも大事でしょうしね。はい、そうですね。試合が始まります。決勝戦試合開始、先攻二松学舎大付属、先発渡辺投手、見事なストレートから入りました。今大会は非常に当たっています。まずバントヒットを狙っていった藤岡、一塁はどうだ、ナイスプレーだ。サードの上田の動き、前田さん、はい、いいダッシュでしたよ。僕はね、もう決まったと 思いましたけどね、はいはい、非常にねナイスプレーでしたね。まあ、藤岡の狙いも良かったんですけどね、はい、いいバントしました、はい。まあ、しかしね、もう初回からね、はい、バントもいいけれども、やっぱりあのプレーがねサードができましたからね、まあ、選手も乗ってるんでしょうね。2番の柴田壮太郎1年生、まあ、この人だけちょっとまだ当たりは止まっています。右方向へ強い当たりでしたが、ファーストの成田がしっかり掴みました。これもいいプレーでしたね。そうなんですね、まあ、バッターとしてもね、はい、いいバッティングしましたね、2アウトランナーなし、3番の親不孫を迎えます。昨日のホームランは見事でしたね。そうですね、非常にね、そんなに体大きくないんですけれどもね、はい、非常にこう力感のあるスイングしますね、今大会の数字をご覧いただいていますが、ここまでは3割6分4厘、昨日のホームランを含めて4打点。親不孫選手の名前がこれ珍しい名前ですからね、はい、今年の夏の甲子園も経験しています。まあ、しかしね、いい下半身をしてますよ、ねえ、ここは見事なピッチング、好スタートを見せました渡辺。親不孫三振に終わりました。1回の表、二松学舎大付属無得点です。代わって二松学舎大付属の布施投手がマウンドです。両左腕で、布施の場合は昨日のゲームに関しては先発して7イニング数を投げました。で、映像でもご紹介しましたように、終盤にチャンスがあった時に、まあ、代打が告げられた形で結局7イニング数を投げて、関東一高戦は自責点は1、まあ、昨日の場合はちょっとフォアボールが多かったんですね。そうでしたね、はい。まあ、ですから布施君の場合は、はい、低め低めとやはりこう投げているようなので、ね、まあ、これは当然なんですけれども、はい、バッターにそのボールを見極められるとやはりちょっと投げづらくなりますね。なるほどね、
二松学舎大付属の守りをご覧いただいています。1回の裏の国学院久我山高校の攻撃、1番の斉藤、このチームのムードメーカーです。非常によく打っています。この打球は抜けたセンターへ。今大会これで12本目のヒットです。前田さん、はい、打率6割以上ですから。そうですね、すごいですよ。まあ、今のスイングも強振はし、してないんですよ、はい、非常にうまくねバットが出てますよね、そしてその、バットの振りが非常にねこうシャープですよね、はい、斉藤が塁に出てバントは非常にうまい傷を迎えています。まあ、ただバッティングの方もご覧のように非常によく打っています。6安打8打点ここは初球はバントの構えは見せませんでした。ベンチの尾崎監督、最前線で選手を指揮します。今度はバントの構えに入ります。送ります。いいバントです。バント成功で二塁に進みました。まあ、そうですね、あのバントのケースなんですけれども、尾崎監督さんとしてみればまず1球を見ましたね。そうなんですよね、この布施君のノーアウトからランナー出しからの状況を見ましたね、なるほど、非常にねこういうところは冷静だと思いますよ、はい、3番の上田を迎えます。この上田も好調です。布施投手の今投げたスローカーブ、これが一つの特徴なんですね。そうなんですね、ただね、高いところに行きますとね、やはり危ないボールですからね、はい、気をつけないといけないね。このボールはショートへのゴロ、ランナーはストップです。ショート菊池が落ち着いたプレーを見せました。そうですね、変化球の連投だったんですが今はちょっとコースを変えました。でここでキャッチャーの押し切りがマウンドに行きました。4番のファースト成田を迎えたところです。まあ、今などもキャッチャーがマウンドに行くということは、はい、何かこう気づいたことがあると話に行ったわけですね。そうですね、キャッチャーとして見ればね非常にね重要なことだと思いますよ。はいはい、ピッチャーの成田ですが昨日今日とファーストのポジションに入っています。この打球は高く上がって伸びていってどうだどうだどうでしょうか。あっと左に切れました。前田さん、はい、神宮はレフトポール際のホームランって多いんですよね。多いですね、まあ、しかしねこのバッター力ありますからね、はい、まあ、その辺を気をつけないといけませんね。そうですね、島村さん、はい、ピッチャーというご紹介もありました成田選手ですが、もともとキャッチャーでも入ってきたんですね。そうですか、はい、で中学でもピッチャーをやっていたと。非常にキャッチャーとしても能力が高くて、背番号2をつけてもおかしくないくらいなんだというふうに尾崎監督も言っていました。そうですか、この辺りはこれも風がありますが左に切れます。今もリポートがありましたけれども、まあ、最近のこの高校生というのは出身中学はご紹介はしていますがほとんどがこのリトルリーグを含めて少年野球からクラブチームでやってきてますよね。そうなんですね、はい、ここは一つ間合いを取りました布施投手。おっとランナーはどうする、走る、三塁に送る、
ここは一つバッテリーミスが出ました。まあ瀬君としてみれば、ツーストライクですから今のボールは決めに行ったボールなんですね。あ、そうですね、まあ、そのボールがちょっとねあのワンバウンドになりましたね、はい、非常に丁寧にしかもテンポよく投げます布施投手。171センチ73キロ、まあ、最近は大きなピッチャーが多くなった中ですからさほど大柄ではありません。このショートバウンドは押し切りがうまく捕球しています。ツーアウトランナー三塁でフルカウント。このボールは外れました。まあやっぱり4番の成田ですから警戒感がありました ね、はい、ありますね。やはりね先ほどのポールギア のホームラン戦のね当たり、打ってますんでね、はい、まあその辺を瀬君として見れば意識したんでしょうね、はい、まあ、ただねこの次の下も川辺君の、ね、はい、バッティングがまたね素晴らしいですから、そうですよね、ここは要注意ですよ。今大会は6安打8打点の下川辺を迎えています。まあ、夏からこの人はメンバーでした。3回戦の日野大高校戦で見事なスリーランホームランを放っています。昨日の準決勝日大三高戦も2安打4打点。181センチと恵まれた体をしています下川。今のボールは外いっぱいです。今村さん、はい、この下川選手非常に頭も良くてですね、標点平均 5.0 ぐらいあるんじゃないかと尾崎監督言っていました。あの本当に野球でも勉強でも絶対に抜くことがないというふうに言っていましたね。そうですか。マウンドの布施投手もそういった意味では同じようなタイプだそうですよね。そうですね、非常に頭がいいと、ここはうまく落とした。これは今のは前田さん、はい、どうだったんでしょうかね。球審は手を横に広げてましたよね。広げましたね、はいはい、評判ですかね、うん、今のは、まあ、バッテリーは三振かなと思ったんでしょうけどね、はいはい、結局ランナーが、まあ、進む形になりました。そうなりましたね、ちょっとね二松学舎としてみればちょっと痛いですね、はい、まあ、しかしねツーアウトですからね、はい、やはり布施君はここであの気を持ち直してやっぱり放らないといけませんよね。ツーアウト満塁で打席は6番の吉川。ここまでは4安打3打点です。この得意のカーブを2球目に使いました。まあ、速球の威力としては布施投手は最速は137キロ、大きなカーブとチェンジアップを有効に使います。で今の攻め、はい、懐を攻めましたね。そうですね、思い切ってね、まあ、あの気持ち的には非常にいいと思いますよ、はい、もう逃げのピッチングはしませんので、はい、立ち上がり球数は早くも21球目。外いっぱい見逃し三振、吉川手が出ませんでした。満塁のピンチをしのぎました布施投手。1回終わりました。両チーム無得点です。
は2回の表に進みます。まあ、布施投手はこれピンチだったんですけれども、はい、あそこよく踏ん張りましたね。まあ、そういう意味では、はい、あの攻めというんですかね、この回の攻めはやっぱり注目したいところですね、はいはい、初球から見事に叩いていきました瀬谷。この人はずっとレギュラーなんですけれども、なぜか背番号は17番をつけています。島村さん、はい、そうですね、そのあたりはよく報道陣からもファンの方からも聞かれるそうなんですが、聞きますと期待が大きいがゆえの17番ということですね。監督、それから立野部長ね、はい、今の状況に満足してほしくないということで、自分を鼓舞してほしいということで、まあ、愛の無知ということですね。なるほど。市原監督が、まあ、葉っぱをかけました。5番の大谷、昨日は途中リリーフでも見事なピッチングも展開しました。1年生です。送ります。いいバントです。ナイスバント。両チームともバントいいですね。そうですね、やはり1球で決めてますんでね、はい、まあ、次のバッターは楽になりますよ。なるほど、はい、決め方もあるわけですね、はい、もう非常に リズムが良くなりますね、はい、ワンアウトランナー2塁、6番の小林、三遊間破った、スタートはちょっと遅れた、セカンドランナー三塁ストップです。まあ、これはセカンドランナーとしては打球判断はこれで致し方ないでしょうね、まあ仕方はないでしょうね、はい、ちょうど非常に三遊間サード寄りだったですから、はい、そうですね、もうキャッチされたら非常にね、二塁ランナーとして見ればちょっとね、怖さありますんでね。ワンアウトランナー三塁一塁、昨日に続いて今日もこの1年生の押し切りがマスクをかぶってスタメン。昨日の関東一高戦でも6点目のタイムリーヒットを打ちました押し切り高太郎。ワンアウト三塁一塁です。打っていく、これは併殺はできるか、2アウト1塁は間に合った、ダブルプレー。強気の攻めは結局生かすことはできませんでした。二松学舎大付属高校、2回の表終わりました。両チーム無得点です。ゲームは2回の裏に進みます。二松学舎大付属はあそこで 1,3 塁で、前田さん、スクイズは出しませんでしたね、はい、そうですね、まだね、回が浅いですから、はい、強行したんですけれどもね、はい、この回の攻撃は国学院久我山、大野の当たり、よく取りましたね、ですね、はい、打球判断見事でした。センターの瀬谷、まあ、この人はバッティングもいいですし、それから昨日のゲームなどでも打球判断といいましょうかね、はい、いいんですね、ね、スタートがいいですよね、はい、まあ、普通ですとね、もう落ちるボールなんですけどね、ワンアウトランナーなしで8番のセカンド橋本。この布施投手はテンポが非常に速いです。しかもキャッチャーの押し切りの返球も早いんですよね、はい、そうですね、やはりね、意識的にこういうね、やっぱり速いテンポで投げるピッチャーやっぱりいます、はい、ただやっぱりね、非常にそういうところでテンポを大事にするピッチャー、特にやっぱりこういう投げ方がやっぱり多くなりますね、あ、はい、まあ、剛速球で抑えるピッチャーではなくて、はい、コーナーワークを重視して、この速いボールよりも緩いボールをコーナーに、ね、うまく使うピッチャーですからね。そうなんですね。ここは下がって取って一塁へ、おっと落としました。
サード柴田の正面へのゴロでしたが、まあ、特にね関君みたいに、まあ、こう速いテンポの、ね投げるピッチャーにやはりこういうエラーが出ますとね、やっぱりちょっとね心配がありますよ。そうですね、はい、記録はサード柴田のエラーです。そしてこの牽制、昨日の関東一高戦でも牽制が本当に多かったです、はい、ラストバッターのピッチャーの渡辺が初球をバントしましたがファウル。尾崎監督が指示を与えます。この選手との一体感がある方で、このベンチの一番前にいて指示を出すんですね。そうなんですね。ここも送ります。二塁はどうだ。一塁に送ります。ここは2アウトにはなりましたけれどもバントを決めました。そして1番の斉藤に回します。まあ何しろ斉藤は今日も最初の打席でヒットを打ちました。ここまで7打点です。斉藤に回すためのピッチャーのバントだったんですが、はい、そうですよ ね、まあ、とにかく、ね、この1番バッターは、ね斉藤君が当たってますからね、はい、まあ、尾崎監督さんとしてみれば、まあ、どうしても、ね、期待はしますよね。まあ、前田さん、帝京さんでは3安打2打点よく打ちましたもんね、はい、そうなんですね。昨日の日大三高戦でも4打数4安打3打点。この当たりはよく取った。ナイスプレーだ。セカンド藤岡体の横で掴んだナイスプレーです。2回終わりました。両チーム無得点です。完全にピッチャーが抑えきるという投手戦ではありませんが、国学院大学久我山対二松学舎大付属高校の対戦は3回まで両チーム無得点です。この回の攻撃は8番のショート菊池からです。まあ、ですから両チームともランナー出しても、先ほどのセカンドの藤岡のプレーなどは非常に良かったです。この当たりはセンターに抜けた。ノーアウトから出ました。センター返しのナイスバッティングです。さあここでベンチを振り向いて指示を受けています。ピッチャーの伏せが打席に入ります。まあそうですね、まあ、バンドの構えだしてますけれども、はい、ここはね送りたいところでしょうね、ここもバントの構え。国学院久我山の先発の渡辺投手、ここまでのピッチングの内容というのは前田さん、はい、どう見ます？そうですね、非常にね力感が、ね、ありますよ、まあ、昨日のね三高戦と同じようなやっぱりその状態はあると思いますね。そうですね、ストレートの最速は138キロ、変化球はカット系のボール、スライダー、チェンジアップ、シンカーと数多くの変化球は持っています。ランナースタートする、打っていく、これはファウルだ。いやーうまくね打ちましたよね、エンドランナーしましたね。やっぱりサードの、はい、その動きを見てのやはりこう市原さんの采配でしょうね。ランナーがスタートを切ってそして打っていきましたが、わずかに左に切れました、まあ、ここはねバンドになると思いますけれども、ピッチャーとして見ればファールをね、はい、取りたいですね。打っていく、はい、これはレフトの頭上はどうだ。ファウル。打ってきましたね、打ってきましたね。
まあ、今大会はまだあまりヒットは出ていないんですけれども、ピッチャーですがバッティングはうまいタイプですよね。そうですね、うまくね、流してますよ、はい、逆らわずにね、はい、ただね、ここのやはりバンドっていうのはツーストライク取られてますからね、変化球来る可能性が大きいですから、はい、非常に難しいですよね。打っていく、ランナーはスタートを切った、三振に終わりましたが、ランナーが走って、はい、まあ、バントを決めたと同じような形になりました。まあ、ですから市原さんとしてみれば、はい、最低でも二塁に送りたいということで、思い切ってエンドランかけましたね。そうですね、はい、盗塁が決まってワンアウトランナー二塁で1番藤岡、先ほどのセカンドの守りなどは体の横で取った、はい、いいプレーです、はい、ね、難しいボールだったんですけどね、はい、今大会はここまで7安打1打点。篠村さん、はい、この藤岡選手について市原監督はエネルギッシュで非常に躍動感があると言ってましてね、もうおっしゃるとプレーの通りにしがみついてしぶとく、もうそういう根性がいいんだよというふうに言っているそうですね、監督絶賛の選手です。毎試合ヒットを打ってきました。まあ、一番バッターのタイプっていうのはいろいろありますけれども、こういう向かっていくタイプがいいんでしょうね。そうですね、まあ、特に、ね、一番バッターはね、もう本当にね、なんていうんですかね、もう選手の中で一番先にね打席が入りますからね、はい、やっぱそういう向こう気のある選手というんですかね、はい、そういうものはやはりこう、チームを盛り上げますよね。うまく打ったセンター前、セカンドスタートはちょっと遅れました。まあ、今は打球が自分の目の前ですから、はい、そんなにいいスタートは切れない。そうですね、しっかり打球を判断してから三塁に進みました。藤岡ナイスバッティング、これで決勝戦まで毎試合ヒットを打っています。まあ、しかし逆らわないね、いいバッティングをしました。ここでキャッチャーの吉川がマウンドに行きます。まあ、そこでね、國學院久我山のピッチャーの渡辺君がね、はい、やはりインコースを今度はつけるかどうかでしょうね、はい、でブルペンの準備は進んでいます。左腕の松本慎之介投手の投球練習はすでに始まっています。2番の柴田、まあ、久我山としては尾崎監督も今日は当然継投はね考えているかと思います、はい、そうですね、ピッチャー非常にね、多いですからね。一塁牽制、先発の渡辺投手、錦糸中学の出身でボーイズリーグは隅田ウィングスで鍛えてきました。2つから3球目はインサイド、いいボールでした。指示を与えます市原監督。ランナースタートを切る、打っていく、一塁間に破った、三塁ランナーホームイン、1点先取、一塁ランナーは三塁へ、バッターランナーが二塁を伺おうとしたところで、これはタッチアウトになりました。先制点が入りました、二松学舎大付属高校。柴田のバッティング、投球ちょっと高めだったですね。そうなんですね、まあ、ですから二松学舎の各バッターをね、はい、逆方向に打つのは非常にうまいんですよ、ですからこうなってくるとインコースの使い方、はい、それを考えないといけないと思いますね。3番の親楠を迎えています。2アウトランナー3塁、まあ、今もね外からね入ってくる変化球だったんですけれども、タイミングは合ってますからね、
まあ、その辺キャッチャーの見極めはどうするかですね、次のあのボールは非常に重要だと思いますよ。ランナーは三塁にいます。追加点のチャンス、一球外にカーブを投げました。親草はどう読むか。構えは外、これで 3-1 となりました。昨日に続いての連投、決闘を見せます渡辺投手。ここは外いっぱい、まあ、あくまでもね、もう今のボールをね、外のボールを変化球なんですけれども、続けてますね、はい、ここも構えは外、ちょっと遠かった。親草はしっかりこのボールは見ました。まあ、この親草は選球眼非常にいいんですよね。そうなんですね、今もねやはりあの手を出したいところなんですけれどもね、はい、よく見ましたよね。4番の瀬谷登場です。最初の打席でライト前のヒットを打ちました。ご紹介した背番号17番、ここまでなんと11打点、二松学舎大の上位打線には対戦してきた各チームのピッチャーは本当に苦労してますね。そうなんですね、あの選球眼も、はい、あのいいですからね、そしてまたあの、コースによってねうまく打ち分けますよね、はい、ここは追加点のチャンスです。2番の柴田が先制タイムリー。 おっとこれ逆モーションだ。挟まれてタッチはどうだ。タッチはアウトです。ここは渡辺投手が先制で刺しました。いいプレーを見せました。しかし二松学舎大付属は均衡を破って1点を先取しています。1対0。二松学舎大付属、このサードを守ります柴田の先制のタイムリーが出ました。ナイスバッティングで先制点を取りました。まあ、ただ桑山としてもその後大量点になるようなことはさせませんでしたので。そうでしたね、まあ、そういう点では、ね、まだまだね、はい、あの分かりませんよね、3回の裏の攻撃は2番の木津からライトに抜けた。セカンド藤岡がダイビングしましたが取れませんでした。まあでも両チームともバッティングは高級質だ、はい、いいですね。いいですね、はい、まあ、今のもね、まあ、詰まったようなんですけれども、まあ、打球がねやっぱりこうねライトまでね、転がっていきますからね、はい、ある程度のねやっぱり捉え方はしてるんですよ。そうですね、3番の上田、今大会7安打4打点塁に出るとこの人は足も活かせます。31歳と若い尾崎監督が率います。送ります。これもいいバントです。両チームともバントは非常に堅実です、うん、いいですね。島村さん、はい、尾崎監督は選手たちにこうバントについての苦手意識を持たずにやらせているんだと、決めなくてはいけないというわけではなく相手に対しての一つの揺さぶりなんだと、うん、気持ちに余裕を持たせることでうまいところに転がしていけるんだというふうに言ってますね。そうですか。さあチャンスを迎えて4番の成田、
今日の最初の打席はフォアボールです。久我山を率います尾崎監督、31歳の若い監督、国学院久我山を出て大学は国学院大学、そうですね、大学の方は東都で優勝してますしね、神宮大会出場は決まっています。セカンド、これは伊藤です。まあ、大学との関係もあるので大学のグラウンドを借りて練習することもあるそうです。でかつての名将と言われた武田監督がこれ国学院大学、まあ、かつて指導していました。ですからいろいろアドバイスをしてくれるそうですよ。なるほどね、はい、この辺りは左に切れます。武田さんもね、東北高校、はい、そしてまた仙台育英ね、素晴らしいチームを、ね、作りました、はい、ですからね、もう野球のことはね、もう重視してますからね、ま、その監督術を尾崎さんはね、学び取ってるようですよ、はい、なるほどね、はい、外、ランナーは三塁に、見事な盗塁。今のはいいスタートでしたね。いいスタートを切りましたよ。まあ、尾崎さんのね、サインだと思いますけれども、はい、まあ、非常にね、うまくね、相手のね、隙をついてますよね。打席は4番の成田。今日は先発の可能性もあったんですけれども、先発は渡辺。昨日に続いてファーストのポジションに入っている成田。布施投手の表情、フルカウント、サードへのゴロ、ランナースタートを切る、バックホームしてタッチは、これはアウトだ。まあ、今ね、布施君がね、ツースリーなんですよ、はい、思い切ってインコースをね、放りましたね、やはり、ね、この辺のね、はい、心意気というのがね、やはり完全にね、ね、まあ、詰まってもね、捉えているんですけれども、うん、国学院の、チームは、はい、成田君はやっぱり詰まりましたね、そうですね、はい、この辺の気迫は素晴らしいと思いますね。三塁ランナーはスタートを切りました。サードの柴田が落ち着いてボールをホームに送りました。ツーアウトランナー一塁と変わって打席は下川部、先ほどは振り逃げの形でした。回って三塁へ、バッターランナーは二塁に行って、これはタッチはアウトだ。いいボールが返ってきました。好返球です。ここは二松学舎大付属ピンチを防ぎました。1対0と二松学舎大付属リードしています。この番組は平星銀行、伊藤園、株式会社ネクト、練馬区軟式少年野球連盟、練馬区学童野球連盟、技術技能講習センター、東洋通信工業株式会社佐野、ご覧の提供でお送りしています。